タレント、西川きよし、76、が6日、東京、有楽町の東京ミッドタウン日比谷1階で行われた前立腺がん啓発トークイベント、製薬会社ヤンセンファーマ主催、妻でタレント、西川ヘレン、75、長男でタレント、西川ただし、54、と登壇した。2015年に前立腺がんと診断されたきよし。手術や治療を経て現在も定期検査は受けているが、すっかり元気になって仕事し生活している。当初は医師のもとへ行くのを渋ったが、ヘレンが一緒にお医者さんに行きましょう、と促し、早期発見、治療につながった。バル、キヨシは60歳を過ぎてから前立腺肥大となり、がんと診断される直前は就寝しても約1時間半に1回トイレに起きるほど頻尿で残尿感があったという。当時を振り返り、年のせいだと思わないで、私の決め台詞、小さなことからコツコツと、ではないですけど、小さな異変も疑って泌尿器科を受診することが大事です。妻に感謝です、と強調した。イベントに同席した専門医などによると、前立腺がんは50歳以上の中高年男性に多いが、組閣医師の診断を仰ぐことに消極的な人が多い。このため、ヘレンは早期発見のために家族や周囲の心がけとして一できれば朝、優しい笑顔で診察を進めるに他の家族や周囲も巻き込んで進める3誰かが必ず付き添って診察を受けるの3つを推奨した。ただしも、いつも元気な父が前立腺がんになった時は驚きましたが、泌尿器科の診察を進めた母の即断即決は不幸中の幸いだった。母にありがとうと言いたいです、としみじみ。きよし夫妻は主催者制作の医師への相談を遅らせない動画に出演しており、それをただしが LINE できよしの携帯に送ってみせた。ところが、その動画の開き方をスマホが増えて泣きよしがわからず、あたふたする一コマも。拗ねるきよしをただしがなだめ丁寧に教える姿は、まるで親子コントのようになり、見守る人たちの笑いも誘った。